硬質クロムメッキは、機械部品や工具類の対摩耗性を向上させる方法として、広く利用されている、クロムメッキです。電気メッキの中では、ビッカース800から1000という、最も高い高度の被膜が得られます。また、肉盛りメッキとして、100ミクロン以上の膜圧をつけることも可能です。バフ研磨を併用することにより、光沢感を出したり、 なし字処理を併用して、面粗さや艶を変化させることが可能です。